みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターのフォーションの滝沢でございます。YouTube さんから黄色の再生ボタンをもらったぜ、やったねっていう、そういう、なんて言うんでしょう、ご報告といいますか、ご連絡の動画でございます。まあ、普通に雑談の動画って感じなんですけれども、やったぜ、銀色の再生ボタンゲットだぜ、イェーイっていう、そういう喜びの動画でございます。まあ、先日、黒猫ヤマトさんからこうトロロッと電話がありまして、アメリカからお荷物なんですけれども、いつごろご在宅ですかなんていう電話が。あったんですよ。まあ、その時点で、アメリカっていう気持ちもあったんですけれども、まあ、いついつぐらいならいますよみたいな感じで、荷物を持ってきてもらったわけです。で、まあ、黒猫山田さんがピンポンとやってきて、まあ、荷物を受け取ったと。それはいいんだけれども、意外とでかいということにまた驚きまして、てか、アメリカから荷物って何っていうことにも驚きまして、で、この贈り元っていうんですかね、その贈り元はどこよって見てみたら、インディアナポリスと書いてあるんですよ。インディアナポリス。まあ、インディアナ州であることには間違いがないと思うけれども、どこっていう話だし、何これっていう話ですし、意外とでけえっていう話ですし、まあ、ちょっとこうドキドキしながらこうバリバリと箱を開けてみたわけですよ。で、この箱を開けてみると、この箱がまたこうあったわけでございます。何これと思いながら、すごいこうね、ドキドキしながら、ワクワクしながら開けてみたら、あらびっくり。YouTube さんからでございました。こんな感じで CEO のスーザンさんからの祝辞の言葉も添えて、銀の再生ボタンゲットという感じでございます。A million subscribers may seem a long way off by now, but you are closer than you think, and we are rooting for you. Congratulations, sincerely. スーザン、この文字が読めない。WOJCICKI なんですけども、ちょっとこれの読み方がわからないという感じですが、まあ、そんな感じです。CEO のスーザンさんから祝辞の言葉をいただきました。やったぜやったぜ。で、まあ、このスポンジを開けてみると、まあ、銀色の再生ボタン、実物があるわけなんですが、こんな感じです。バランパパンパンパンパパンパンパンパパン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 。こんな感じで、銀色の再生ボタンいただきました。まあ10万人を超えるともらえるという話なので、まあ、世の中的には結構持っている人が多いと思うんですけれども、アフタービートギターチャンネルもこんな感じで、銀色の再生ボタンをいただくことに成功いたしました。まあ、こういった記念品をいただけるのも、ね、本当にいつもご動画をご覧いただいている皆様のおかげさまでございますので、本当にありがとうございますということでございますよ。意外とこの周りがなんかこのアルミのフレームみたいな感じになっていて、すごい頑丈な作りになっておりまして、意外とこのしっかりした作りだなという感じです。ただなんか、つぶつぶみたいな、なんか、ほこりの、なんか、ほこりのつぶつぶ、なんか、すごい強いほこりみたいなつぶつぶがすげえ、なんか、あって、なんか、こう言ったら失礼かもしれないですけれども、ちょっと汚い感じが、ちょっとしなくもないっていう感じですが、まあ、ちょっとこれは、まあね、僕が自分でこうね、パパパパッとこうね、拭けばなんとかなる話なので、ちょっとまあ、掃除しようかなって感じですけれども、なんか、すごいつぶつぶが半端ねえっていう感じです。このつぶつぶは一体何なんだろうか。まあ、そんな感じで銀色再生ボタンをゲットしましたということですよ。まあね、さっきその祝辞の言葉の中にもありましたけれども、次を目指すものとしては100万人ですか。いつになるんでしょうね。ちょっとそれはわからないんですけれども、まあね、そのまあやるからには100万人目指して頑張りたいなということでございます。とりあえずまあこの動画の趣旨としては、皆様のおかげで、おかげさまで、銀色再生ボタンをゲットしました。やったね。ありがとうございます。ということでございます。これからもよろしくお願いします。ということでございます。ちなみにちょっと雑談で一つ、話をさせてください。今この動画をご覧いただいている方の中で、10万人を超えている方いらっしゃいますか？もしくは10万人超えそうな方いらっしゃいますか？10万人を超えても何もしないともらえません。10万人を超えてもこっちから何かしらのアクションをしないと、まあ、簡単に言うと手続きというか申請みたいなのをしないと、これはもらえません。このアフタービートギターチャンネル、確か去年2015年の8月くらいにはもう10万人になってたんですよ。で、その月に1回うちのスタッフさんとその打ち合わせをするわけなんですけれども、最初はこうね、わあ、やったね、10万人になったねみたいな感じの話をするわけじゃないですか。で、そこから1ヶ月、2ヶ月と、そういえば10万人超えたけども、あの再生ボタンっていつ来るんだろうねという話になって、あの再生ボタンもらえないのかねという話になって、でこうね、どうすればもらえるのかなみたいな感じ で、こう調べてみると、10万人超えててももらえてない人とかもいたりとかするみたいなんですよ。で、もしかしたらその YouTube 側でその基準みたいなのがあって、もしかしたらアフタービートギターチャンネルはそういう基準に満たしてないのかもしれないみたいな感じで、
せっかく、ね、なんか10万人超えたから、ね、もらえると思ったのにね、なんてそのうちのスタッフさんと話をしたわけですよ。で、1月の打ち合わせのとき、またその再生ボタンの話になりまして、まあ、そのスタッフさんが調べたところ、10万人を超えると、このトップページというんですかね、そのクリエイターツールでしたっけ、なんかその YouTube にログインして、最初にこのパッとこう、ね、開くダッシュボードの画面、あそこの画面にこの手続きをしてくださいみたいなのが出るらしいよと言ってくれたわけですよ。へえ、どれどれどれっつってこう、ね、2人してこう、ね、あの別々のパソコンを使ってログインをしてみるじゃないですか。で、そのクリエイターツールのトップを開いて、なんかこう、ね、ダッシュボード開いてみても、そんなお知らせはやっぱりないわけですよ。で、2人して、泣くね泣くねっていう話をずっとしてたんですけれども、なんかお知らせみたいなタブがあって、お知らせのところには、まあ、なんかいろいろこういう最適化をしろとか、なんかこのあれやりましょう、これやりましょう、こういうのが公開になりましたというお知らせがもちろんあるわけなんですが、すべて見るというのをクリックすると、まあ、その今まで蓄積されたお知らせみたいなのがバババッと出てくるわけなんですよね。で、僕もそのスタッフさんも今までそのお知らせというのは全くノータッチ。で、なんかこう新しいお知らせが来ても全然見てなかったっていう感じなんです。なんでその昔の既読みたいなやつ、まだ未読か、見てない記事みたいなのがそういう溜まってしまって、その10万人超えたから手続きしてねみたいなやつは全然表示されてなかったということなんです。なんでもし皆さんがその10万人を超えている、もしくは超えそう、もしくは超えたときには、お知らせをすべて表示させて、そこからその銀色の再生ボタンをもらう手続きみたいなのを見つけてください。そこをポチッとやって手続きをしないともらえないことが、アフタービートギターチャンネルが証明しました。アフタービートギターチャンネルが証明をしました。手続きをしないともらえないぜ、気をつけろということでございます。で、そこをポチッとやるとね、なんかこう、いろいろ住所とか、電話番号とか、名前とか入力するところが出てきて、で、1ヶ月ですかね、ちょうど1ヶ月かな。すると、届いてもらえるという感じでございます。でも、まあ、1ヶ月ぐらい経つと、手続きをしたことを忘れているから、インディアナポリスから送られてきて、なんだろうこれはという気分になったりとかするんですが、まあ、そんな感じでございます。はい、ありがとうございます。では、アフタービートギターチャンネル、これからも、ね、100万人目指して頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いしますということでございます。今回の動画は以上でございます。ありがとうございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。ハハ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